さん、3といえば三化の3に飛散の3に図3の3にまあろくなことがないなと思いますけども3といえばまあトライアングル三角形が思いつきますよねまあ三角関係っていうのもあまりいいことじゃないかなと思いますでもやっぱりね3っていうのは一つのトライのそのスパンになると思うんですよトライのスパンねだから3か月を一生懸命やってみようそれによってあ結構できるなってことが分かると思うんですよ 吉田さんも言われてましたけども3ヶ月で人生は変わらないけども3ヶ月すらできないやつは人生変わらないですよ。で速果塾は本当にね勢いで始まってそのままずーっと行ったんですけどももうやめようかなと思ったんですけどもでも視聴者さんが手放してくれなかったってところもあってねで一回ねもう放送やめようかなと思った時にもうすごいですよ百数十件メッセージが来ましてねもうやめないでくださいということで,で久保さんの声がないとやってられないですみたいな。 まあそれで今に至るわけなんですけどもあそうそう吉谷さんあのね速可塾の支払い方法って30年払いじゃないですかで30年払いでね儲かったけども払わない人もいるんですって話をしたんですよでそれについて私は別にそれはねあの、私に対してどう思うかっていうのとその人がどういうふうに考えてるのかなんで払え払えと言うつもりはないとそれいろんな価値観があるんで稼いだけども払わないそのままとんずらそれもね OK だよと。 それは私の発信が足りなかったからじゃないかなとまあいろいろくどくどと言ってたんですよそしたらねあの残金払いましたって人がね何人かいらっしゃってですねその中の一人が書き込みをしてくれたんですよあのー、これからも弟子でいたいんでよろしくお願いしますみたいなね嬉しかったですねほうしかったなと思いましたねはいということでね今回ねまあ吉田さんが3に受けて4にしましょうかねやっぱりオーソドックスに明日から 4月1日になります。明日からまた新しい3か月といえば新しい3か月なんですけども2月からトライした方にとってみたら、えー、と3か月目のスタートですよね最後の3か月目ってことになります、まあ、いずれにしてもいずれにしても4四角四面の世の中ではないですけども4月1日はエイプリル風ですよねだから今年こそはこれやるぞって決めた1月の目標や なんか夢がね嘘だったかどううかかかががるのが4月1日じゃないかないと思うんですよきちんと3ヶ月走り抜けた人はエイプリル・フールも気にせずに今までどり足場を固めていくと思いますし結局3ヶ月で走れなかった方はエイプリル・フールをねなんかね自分を顧みることなくまた妙なね、あのー、エイプリル・フールを過ごすんじゃないかなと思いますけどね。 さあ、どうでしょうかね。これからどうなるんでしょうね、うん。私は4月からね、何するんだろう。あ、4月からね、なんかこう、FX のまた新しいカレキラーも始めようかと思ってるんですよ。うあ4月ですからね。まあ、嘘つきにならないような4月を、エイプリルフールを過ごそうと思います。あそずなさですか。そんなとこでな、ちょっと眠くなってきましたね。なんかぼんやりと。 行ってきます。